ノルベルト・ゴンサレス・ミランダは、キューバのシエン・フエゴス州シエン・フエゴス出身の野球選手。左投げ左打ち。現在は、キューバの国内リーグである、セリエナシオナルでベースボールのエレファンテスでシエン・フエゴスに所属している。オフは、イタリアン・ベースボールリーグのネットゥーノに、ベースボールクラブに所属している。もともと国内リーグにおいては主に先発投手として投げていたが、 特に引い出た成績を残してはいなかった。2004年にリリーフ適正を認められアテネオリンピックの野球キューバ代表に選出された。2006から2007シーズンでは国際大会同様に所属チームにおいてもリリーフとしての役割を担うようになった。2008年8月に北京オリンピックに野球キューバ代表に選出された。2009年3月に開催された第2回。 WBC のキューバ代表選出された。一度目の日本戦では、満塁時に冒頭で先制を許し、さらにその打席時の青木のリチカに二点的自打を打たれ、敗戦の機会を作ってしまった。しかしながら、結果的には、大会通算防御率2.45の好成績を残した。2012年11月6日に、侍ジャパンマッチ2012、 日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月に第3回 WBC のキューバ代表に選出された。2014年3月26日にホワン・ペドロソと共にイタリアン・ベースボールリーグの ネットゥーノにベースボールクラブと契約を結んだ。2015年2月2日にネットゥーノと再契約したことが発表された。ありがとうございます。